私の毎日のヘアセットをちょっと撮っていきたいと思います。まずはですね、今私は結構髪がしっかりめに濡れている状態です。なんか半乾きまでもいかず、まあまあ濡れてる。本当にお風呂上がったままとりあえず今メイクして、まあそのぐらいの時間が経ったぐらいのヘアの濡れ方です。で、この結構これが重要なのが、髪がかなりびしょびしょに濡れてる時に、この N ドットのこのオイルをかなりしっかりめに、入れ込むのがすごくポイントで、ね、このポンプつけてるんですけど、これをどんぐらいだろう、まずこれ今5プッシュぐらいを、まあ、取りまして、もう髪全体に表面から内側からさらに5プッシュさらに5プッシュ、次は髪の内側から塗り込んでいきます。もうちょっといこうかな、あと3プッシュぐらいかなり塗ってます。もうこれは私はね、結構髪の広がりがすごい好きじゃなくて、しっかりボリュームを落としたいのと、あとはまあ濡れ髪のセットにしたいので、結構このびしょびしょに濡れてる段階からしっかりオイルを塗り込んで、髪の水分をオイルでこう閉じ込めるような感覚でやっていくのがすごくポイントです。これすっごく大事。本当髪の毛が乾いてからオイルを塗り込んでも、いくらオイルを足しても足してもどうしてもこう蒸発していって、もうしっとりしたヘアにならないんですよ。なのでしっかり髪が濡れている段階にたくさんオイルを塗り込むっていうのがポイントです。そうそう、私さ最近前髪切ったんですよ。今日ちょっとね少なめなんだけど、中央だけ前髪切ったんです。もともと前髪がすごく長かったから、中央で結構こうパックリ普通にしてたら割れちゃう状態なんですね。これがすごい気になっているので、これをちょっと解消しながらまずヘアセットしていきますね。はい、まあ、まずは普通にドライヤーで、これダイソンのドライヤー、ドライヤーで髪のボリュームを抑えていきます。結構この重要なのが前髪ね、ここやっぱパックリ割れちゃってるから、これないかなパックリ割れちゃってるんで、この前髪の分け目を消すような感じでドライヤーしていく。はい、今日はちょっと分け目が消えないかも。まあいいや。で、全体的にもうこうやってやると髪にボリュームが出ちゃうんですよ。だからこうやってやらない、こういう風にやったら髪がふわってなっちゃうから、ふわってなりたくないので、私はしっかりこういう毛の櫛を使ってボリュームを抑えていきます。ちょっと時間かかりまーす。ドライヤーはさ、やっぱ私はね、ダントツダイソンがお気に入りです。もうやっぱ風量の強さがさ全然違うので、他のドライヤーとはもうせっかちな私はダイソンのドライヤー以外使いたくありません。おすすめです、ダイソンです。まあ大体乾いてきたかな。結構時間かかるので、ちょっともう時間かかっちゃうからこれくらいにしとこうかな。大体乾いてきました。かなりねオイルしっかり塗り込んでるから、完璧に乾くってことはまず無理なので、こんな感じでだいぶ乾いてきました。暑い、よしもういっか。まあ、だいぶ乾いてきたのでこれくらいで、まだ全然ねこんな感じで束感残るぐらいしっかり濡れてるんですけど、次はストレートアイロンです。私はこのアロニオっていうところのアイロンを使ってます。あんまりね温度高いと髪が傷んじゃうので、170ぐらいでいつもやります。まずは私結構これすっごいくせ毛で、なんかもうこの辺とかストレートアイロンでしっかりくせ毛をちょっと伸ばしていきます。まだ温まってない。伸ばしていきます。
前にさ、すごいストレートアイロンのさ温度を高くしたら、せっかちだから温度高い方が早くできると思ってちょっと高めでやってたら、すごい髪がツルツルになっちゃって、そっから怖くて絶対180度以上上げないようにしてます。こんな感じでずっとアイロンしていきます。なんか昔はちょっと少しストレートになるような、ストレートパーマまではいかないんだけど、そういうのをやってたんですけど、最近もう時間がなくて、髪染めて切ってもらうだけで割と時間かかっちゃうから、本当はくせ毛伸ばしたいんですけど、いけてない、痛い。なんかもともとすごいストレートだったんだけど、やっぱり妊娠出産を経てちょっと髪質というかくせ毛感が変わっちゃって、特に左側がなんかすごくくせ毛になっちゃった。あと私ぐらいの長さの人だと、このね、髪のこの内側が丸くこうね入ってきちゃうの。これがすっごい嫌で、ここをね火傷しないように気をつけて、内側をちょっとだけ外羽にアイロンしていきます。これそんな熱くないけど、当たったらまあまあ熱いから気をつけてやってくださいね。まあ、こんな感じだかな。いつも時間ないから、もう後ろ姿のチェックはあんまりしません。自分が見えてるところだけしっかりやって、後ろはなんとなく手触りでニュアンスでやってます。そんなタイプです、私は。だからね、よくさスタイリング写真とか撮って後ろが写った時にすごいくせ毛じゃんって思うことも多々あります。だけどもういい気にしないみたいな感じで、重要なのがここのちょっと耳にかけた時のちょっと出る毛、ここを少しちょっと外羽にしてやっていくと、なんとなくいい感じに仕上がります。怖い、やりすぎた仕上がりますとか言いながらすごいやりすぎちゃった。できてんのかな、後ろ。今ここに鏡なくてわかんない。どうでしょう。こんな感じで大体ストレートにしまして、次はこちらのコテです。アイビルのコテです。普通にアマゾンとか美容室とかでも結構売ってます。これの19ミリなのかな、結構細いやつ、細めのコテで、これも大体レベル17ぐらいにしといて、肝心な前髪を巻いていきます。今ね、さっきドライヤーでここのボリューム潰したから、まあこんな感じ、普通にこうペタッと乾かした状態がこんな感じで、ちょっとニュアンスつけたいので普通に内巻きで巻いていきます。これね、やりすぎるとすっごいくるくるになっちゃうから、本当に気をつけてください。あ、やりすぎ。ちょっと毛先の束感が残るように、かつこの毛並みがちょっと私的にはバラバラ、右向いたり左向いたりちょっとバラバラになるように巻いてます。なんとなくニュアンスでね。なんか長い毛出てきちゃった。なんかこれ巻けてない。こんな感じで仕上がりました。で、次はここのサイドの毛もちょっと外跳ねにしていきます。少しね、なんかあんまやりすぎると微妙だから。なんか真剣に髪巻きながら話すの難しい、慣れない後ろも簡単にちょっと外羽にしていきます。だいたいこんな感じで私のヘアセットは仕上がります。で、最後にまたこの N ドットのオイルを、まあ、2分くらい最後なんで、をここの内側とかこういうところにちょっと束感さらに出しつつ揉み込む感じで仕上げていきます。はい、できました。こんな感じで完成です。なんか前髪もね、ちょっと程よく束感が残って、こっち側こう流したり、こっち側内側に入れたりしてセットしていくのが好きです。こんな感じです。
じで簡単にヘアセットが完成したんですけれども、よかったら参考にしてみてください。あとそうそう、この N ドットのねオイルね、これはもう私本当に何年もずっと使ってるんですけど、なんかやっぱね結構使ってる方もすごい多いと思うんだけど、程よくかなり重めのオイルなので、まあ私みたいにあのボリュームダウンをすごくしたい方とか、こういうちょっと束感を出したいとか、濡れ髪みたいな感じでセットしたい方にはすごくすごくおすすめのオイルで、なんかいろんなオイル試してみたけど結局最後はやっぱりこれに戻る。うちの旦那もすごい気に入ってて夫婦で使ってるので、これ1本も1ヶ月持たないぐらいで。あと子供のエイトにも、うちのエイトはね髪結構長いので、同じように少し寝てる時に少し飲み込んであげて髪まとめたりしてるので、家族3人で使ってると1ヶ月持ちません。もうずっとアマゾンで定期便で購入してるぐらいお気に入りのアイルでした。もうヘアセットはねワックスとかも特に使わずずっとこれだけです。じゃあ今日はこの辺で、皆様ご視聴ありがとうございました。